っていうのを止められないですね。まあ、さすが岸田派に残って、派閥の領収を兼務してた岸田さんらしいですね。あ<ー>日本国より派閥が大,ら大事らしい。 <laughs> いや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 ,いや <laughs> はい、えー、<laughs> はいえー、じゃあ次い,、はい、いってみましょうはい三枝源太郎のむ「夜も眠れないニュースリクルート時研休暇 <laughs> それとも安倍派弾圧か」<laughs> さあ、はい、えー し内容をご紹介しますと、はい、自民党安倍派が政治資金パーティーの収入を還流させ裏金化していた疑惑をめぐり岸田首相と総裁は14日松野博一官房長官61歳らを安倍派の全4閣僚を交代させる同派の副大臣5人も全員交代の方向だ6人いる政務官には一律での辞任は求めず政権からの安倍派一層は見送る。これだけど、はい 政務官の辞任は求めな、認めないからといって、この政権からの安倍派出は見送るって言い方、どうなのかな、これだけあの排除して、らもう事実上一層ななんじゃないんですか<ー>いや、もしい、はい、ここで、えー、なんか、あの、パーティー権の事件が政治資金規正法にとどまるのであれば、 これはシーメンス事件のように検察の安倍派に対する弾圧と言えますでしょうかぜひ詳しく教えてください、西郁さん。まあ、<laughs> それがさ、まあ、っきからおっしゃってるような、<laughs> はいえー、もしこの政治資金規制法をレベルの話でここまでやるとなると、えー、それはですね、えー、もうあの特定の派閥への弾圧とか、そういう意図があるとしか思えなくなってしまうよと。はいえー、その背後にね、この政治資金規制法、はい さらに上回る贈、まあ、収賄に関わる嫌疑が、えー、容疑が出てこないとここまでの捜査というのは肯定できないというご必要でしたね、まあ、通常はありえないですね。しかも今回の全 4, 4閣僚を全部交代させると言ってますけど、えー、鈴木淳二さんと、えー、あともう一人宮下さんかは一応、自分はキックバックはしてないというふうにおっしゃってるはずであってこれでまあ4人間。 閣僚を交代させるということであるんであればですね。まあまあそ、ああそういうことかと。これを帰化としてというふうに、まあ、取られても仕方がないでしょう。要は、政務官を全部一律で辞任求めないで、これやり出しちゃったら、全部また、<laughs> シャッフルして、こ、ここ、ここ、こ,こってやんなきゃいけないのが多分めんどくさいから、政務官はいいやっていうことになってるのかなという。まあ、そこまでやっちゃうと、事実上のその、派閥攻撃になっちゃうじゃないですか。はい。うん さすがに。うん、そこまでは徹底的にね。本来こういうことっていうのは、個人で見なきゃいけないでしょ派閥関係なし。ですね。はい、もう派閥どこでやろうとか、あくまでも個人の、あの、行動で全部判断しなきゃいけないところを、うん、なんかあたかも、政務官まで含まれて全部、この派閥だけ一掃するなんてなったら、それこそおかしいですから、やっぱそこまではちょっとできなかったと。しかもね、検察ってね、意外とね、政治的なね、 動きってするんですよ、結構。だから、古くは、今さっき言った1914年の山本権衛内閣が退陣してしまったシーメンス事件。うん、あの時は海軍に対する、まあ、意図的な。ちなみにその時の検事総長は、平沼貴一郎さんと、平沼武雄さんの、あの、お,おじいさんになるのかなお父さんかな、うんうん、がそうなんですけどね。あの、後で、後は後々になってから平沼貴一郎さんは、まあ、そういう、 えー、まあ、陰謀的な側面はあったというふうに認めていらっしゃるんですね。それから、例えば有名な事件で言いますとですね、あの、検察は、例えば、あの、いわゆる現場派検事と赤レンガ系検事っていうのがいるんですよ。基本的に。法務省を中心にする、まあ、東大罰が多い人たちと、現場派、どっちかっていうと、まあ、ま、 あまあ、まあんまり特定の大学出すとあれです。まあ、多いのは中,あの中央大学工学部出身の方が多くて、ここが結構こう、よく、ちゃんちゃんバラバラやってるんです。現場派ね。はいはい、現場派と。で、当時、ある時にね、あのー、あれはな何汚職だったか、売春汚職だったと思うんですけど、あの、売春防止法ができるときにね、業界団体が献金ガーッとやった時があったんですよ。で、その時に読売新聞のね、立松和弘っていう有名な、それこそあのー、 今の朝日の板橋博義君みたいに有名な、業界で有名な記者がいたんですよ。もうガンガン取れちゃうみたいな。で、それをわざと、えー、岸本議校さんっていうね、こっちは、えっ、ー、と、赤レンガ派か、が、わざと偽情報を流して、宇都宮徳馬さんって自民党の議員がいたんですけど、うん、これを、が捕まるっていう嘘情報をバンと流したんですよ。で、それに、要するにその嘘情報が、かわいい、 特捜部長の方にこう言ったわけです。で、河合特捜部長から聞いた立松さんがそれを書いたら、立松さんを逮捕したんですから。守秘義務違反の凶,凶暴で。で、22日交流してですね、結局立松さんは、あの、新聞記者の職を追われてるんですね。そういう、で、その後、病気で亡くなっちゃったんですよ。そういうことをね、結構ね、平気でする役者なんですよ。検察っていうのは。うんうん、恐ろしいところでね。うん、だから、 僕は今回にしてもですね、これ、このまま、その、まあ、何べんも同じこと言いますけど、その政治資金規正法違反でこれだけの大掛かりな捜査やって、いやー、終わっちゃったこれで、てへって言って、それではすまないぞと僕は思って見てます。まあ、あの、誇り高い特捜部ですから、まさかこれで終わらせるっていうつもりは妄想ないとは僕は信じてますけど。そうです。はい。 <laughs> 僕は信じてますけど、なんか応援してるみたいな、<laughs> 応援してるみたいな言い方だけど、まあ、あの、一つは、その、法的なですね、あの、ご説明いただいたみたいに、この法的な、こう、整合性とどこまでできるかっていうことが一つあるでしょだからもう一つ政治的なインパクトってあるわけですよ。だからこの、交代って言うんですね。だから、別にまだ逮捕されたわけじゃない。起訴されたわけじゃない。でも、交代する。これ、だから政治的な判断で、不適切と考えるから、 また、その法的な責任を完全に問われたわけじゃないけど、でもこう出します。とこういうことは起きるわけですよね。はい、しかもね、うん、これね、なんかもう本当は安倍派、安倍派よって、うん、安倍さんのところの派閥いじめてますけど、清和,和政策権いじめてますけど、うん、特捜部のね、捜査の恐ろしいところってね、一回ボーンとこっちで弾けると、 ずーっと地下でですね、どっか別のところを操作してて、そっちでボーンと跳ねるんですよ。これはどんなに取材が強い記者がいて、いたとしてもなかなかわからないです。うん、もう本当に昔あの行政権事件というのがあってですね、それ僕その時国税担当で、もともとはそれ脱税から始まったんですよ。で、絶対次は山形の加藤浩一さんがパク捕まると。 でみんな山形、山形、山形ってやって見てたら、ドーンと捕まったのが徳島県知事です。全然関係なかった。わざと嘘情報流したんですは<ー>そういうこと恐ろしいですね。恐ろしいですよ、すね、検察ってのは。恐ろしいですね、本当にね。うん。だ今回はどういう意図があるか。はい。しっかり見届けましょう。はい。えー、で、9番お願いします。はい。えー、河野太郎氏がお前言う発言。はい。角田隆章さんの12月10日のポストです。河野氏、生み出しきれ。 自民安倍派の裏金問題という記事を紹介し、河野太郎氏が安倍派パーティー裏金問題にきちんと海を出し切るのが大事と、はい、秋元、えー、正敏逮捕に始まる再エネ利権も、マイナンバーカードの大量偽造、あと、えー、情報漏えいも被害が増える一方のお注射問題も中国で便宜を図ってもらっている、 日本男子問題子で日本男子。<laughs> これはですね、山岡さん。僕に昔先回りしろって言われたんで、はい。<laughs> 先回りさせていただいて。<laughs> なんかすごい努力の後は感じるんだけど。はい、日本男子ですね、はいえー。日本男子問題も全て海を出し切ってください。はい。はい。うん。ということでね、まあ、しかしよく、まあ、よく海を出し切れとかよく言えましたよね。<laughs> 本当に。信じらんないな。 うん、本当にね、だからもう,う、今の問題もそうなんですけど、うん、そっちばっかりは問題になるんだけれども、なぜかね、こう、再エネ利権。うん、これ前も説明しましたけど、秋元さんの前の秋元司さんの時も実は再エネ利権なんですよ。うんうん、筋が悪いからそっち立権しないで、別の IR 利権の方を立権したんです、国葬<ー>部は。ううね、ーずーっと調べてたんですよ。うん、だからこれが、それの頂点が、まあ、頂点なのかどうか、まだ僕は、まだ先があるかもしれないと思ってますけど、 秋元議員の逮捕で、そっちはあんまり騒がないですよね。で、この方のその、あの、中国の問題に関しても、なんか一部、なんか河野さんが訴えたみたいなことをね、あの、言ってるユーチューバーの方がいましたけれども、まあ、そっちはいいのかよっていうね、うん、ちょっとあまりにもこう、か片方ばっかりこう、ね。いや、そうですよね。うん。うん、うん。すごい偏りがありますよ。うん、本当に、その、国益に、 本当にどう重大な影響を与えているかという観点からやってるとちょっと思えないね節があるわけですよね。はいはい。まあ海を出し切れてね本人が海の海で泳いでるみたいな感じですからね。海の海。海の海。海の海の海。はい。日本語が。はい。次ですかね。次いってみましょう。再び後ろから打つ男登場小石川がトップになったら日本終了。 予算成立したら首相辞任はあり、自民、石橋、来年度予算成立後の岸田内閣退陣を提案、FNN 12月11日の記事です。自民党の石橋茂元幹事長は11日夜の BS 富士プライムニュースに出演し、政治資金問題をめぐる岸田首相の責任の取り方について、来年度予算成立後の辞任に言及した。 派閥パーティーをめぐる安倍派の裏金疑惑をめぐり、岸田首相の責任の取り方を問われた際、石橋は来年度予算が成立したら辞めますというのはありだと述べた。当初予算は通常国会での審議を経て、例年3月末に成立していて、石橋はこのタイミングでの退陣を提案した形だということです。まあこれと、はいまあ、まあなんで石橋さん呼んでるのかよくわかんないんだけど、まあこれと、あとは、 えー、このおアメリカに呼ばれている、うん、でここでですね、えー、今回のおこの問題パーケン問題というのは普通に考えればですよ普通に考えたら政権にダメージじゃないですかなんだけれどもあれ なんか得してるみたいな感じになってくると。で、そのままですね、確かにこの予算、予算が、あ,あの、通ってからっていう、成立したらっていうのは、まあ、わかるんですけども、プラス、これを経て、これを経てアメリカに国賓待遇で呼ばれたら、それっておかしくないってい感じは僕はするんですよ。 ね、ここまでヘタヘタになって、こんなことになって、だけどなんか自分の派閥にはなんか有利になって、自分の派閥から問題がありながらですよ。で、なおかつそれでアメリカに国賓待遇で呼ばれて、ね、議会で演説前させてもらえたら、それはちょっと僕は不可解だと思います。うん。はい。というわけで、えー、次10番行ってみましょう。はい。えー、11番でいいですか あ、ごめん、11番。はい。はい、MI2 さんの12月11日の、十一日のポストです。えー、石破茂が安定のトップ。えー、次の総理大臣に誰がふさわしいか聞いたところ、点点点。1位、石破茂。えー、18.2%。2位、小泉慎次郎、16%。3位、河野太郎、11.9%。4位、高市さなえ、5.4%。5位、上川陽子、4.3%。次、十2番お願いします。はい。えー、MI2 さんの12月11日のポストです。 次の総理大臣に誰がふさわしいか、自民党支持層に限ると、点点点。1位、小泉進次郎、21.8%。2位、石破茂、17.5%。3位、河野太郎、15.8%。4位、高市早苗、5.5%。4位、岸田文雄、5.5%。これって、っていうのは、<laughs> だから、これ、まあ、上が、あこれ一般ですか。で、下が、 自民党支持層に限っていると。うん、でも、うん、そんなに順位変わらないと、1位と2位が入れ替わってる。うん。本当かなこれが本当だったらもう日本国民を自,自殺願望があるとしいない、まあしょう。これは誰がどこにき、どこで聞いたアンテトなんですかね、えー、これテレビマスコミの、どこかの。こスのから うん、大体でもね、いつもね、この3人なんですよ。うん、だから小石川。うん、あ、小石川、石川で、あるね、ある方が、あいうじゅ順なんじゃないのこれって石番はいいが、あいうえのいいでしょはい。こうでしょうで、ね、こうでしょたでしょ木,、はい、木でしょあでもそしたら、木,木が来なきゃおかしいかでもね、うん、なんでなんだっていうのはね、思いますよね。いつも。うん、だって普通に考えて、例えば、まあ、すごくビジュアルのいい人が来るとかっていう、 のは、まあ、わかるけども。例えば中身はないんだけど、見た目がすごく良くて声がいいとか、うん、スピーチが上手いとか。で、それで、歴史あったらはわかるけど、石破さんが1位っていうのは、ちょっと、いくらなんでもそれは、ちょっと意味わかんないうん。それは、あの、紅白歌合戦の歌手のセレクション以上におかしいでしょ。<laughs> うん、えあ、小石川事務所へ調べが入った はい。あ、なんだ。あ、FNN 世論調査って書いてある、あ<ー>これ。FNN ですよ。富士、富士山って言うん。FNN だけどね、いや、これね、うん、石破さんってね、あの、僕、政治部のやつに聞いたことありますけど、よく自民党内部で批判的な話出てくると、自民党関係者とか自民党議員とかよく出てくるじゃないですか。大体、うん、いいこの人、この人が言ってる可能性が高いんです。うん、この人か、うん、あと愛媛の村上誠一郎さん。うん あの辺の人ってだいたいいつも文句言ってるじゃないですか。自民党の中にいながらも。だから、あの、朝日とか毎日とかが、なんか、とにかく、この内閣にケチつけたいな、文句言いたいなっていう時には、この人のところ走ればいいわけですよ。うんうん、期待通りのことを言ってくれるから。そういう役割で、便利な存在ことですね。うんえー、そうそうそう。だけど、まあ、じゃ自民党の中で石破さんが、仮にじゃ総裁になりたいと言って手を挙げた時にですね、どれだけの、じゃ自民党のその議員が支持するかって言ったら、 それはちょっとないういやそうです。だそこに大きなギャップがあるわけだけど。えー、そういう観点から、あの、無派閥の高市大臣や青山茂原議員に追い風になるかという質問が来てるんですけど、はい、これはどう思いますか僕はもうずっとなるって言ってます。っていうかならないとおかしいでしょっていう話で、今派閥のそのパーティー権の裏金の話が問題になってるのに、派閥にいなかった青山さん、それから高市さん、 まあ小泉さんも実は無派閥なんですけどね。まあそういう方たちにこれが追い風にならなかったらおかしいですよね。今これが問題になってるんだから。ところがですよ、この間某民放テレビ局を見たらですね、まあちょっと名前は、あの、やめときますけど、ある解説委員がね、あくまでも霞ヶ関の、あの、長田町の中では小石川なんですなんて言ってるわけですよ。結構なその民放テレビですよ。大きな地上波の。 で、そうやって、どん、あの、それはね、その時にね、香港さんがね、言ったんですよ。いや、高市さないさんの可能性が高いんじゃないのかと。そしたらその解説委員が、いやいや、長田町では小石川です。ってね。<laughs> れ意図的にやってるのか、やっぱり長田町でずっと取材してるとそうなっちゃうのかわかんないですけど、うん いや、こ、長田町の論理で次の総裁なんか選んだらね、地味と終わりますよ。<laughs> すよね、だから、そ、それを、うん、それの答えとして、さっきのその小石川になったら日本は終わりっていうのは、うん、ま、まさにそれなんですよね。うん、もう長田町の論理だけでそれ、国民不在の中で次の総裁決めたってね、これどうにもなんない。まあ、でもそういうことなのかなと。だから普通に考えたら、無派閥で国民に人気のある、 高市さんとか青山さんに追い風になるというのは普通の発想、はい、普通そうなるべきですが、はい、しかし実際にはこのまさに派閥の論理で動いているのでね。うん、だから要はもう民放メディアは絶対に高市さんや青山さんとかああいう系譜の人には 総理にはなってほしくないんですよ、うん。まあ、それとなってほしくないと思ってるということと、自民党の力学の中ではですね、はい、どんなに国民に人気があっても、絶対に浮上できないと。っていうものもあるだろうと。だから、この辺の人たちの名前が上に上がってくるってこと自体がね、まあ、ずっと言われてることですけども、自民党の中の力学と世間の常識にものすごい乖離があると。ただね、 その政治の解説委員の方に意を唱えるわけじゃないですけど、うん、僕が、まあ、あの、ちょっとおし知り合いのね、ある国会議員、現職国会議員の方に聞いたらですね、その方はね、やっぱりすごく危機感持ってましたよ。で、その方は、この中のある方と、高市さんを両天秤かけてるんですよ。うん、で、その方は、多分、高市さんじゃない方に、 投票するっていうようなことを言ってたんです。それがね、二日ぐらい前にね、もう全然変わってましたね。ああ、これ無理だと。ああ要するに長田町の論理でやったら、俺選挙落ちると。うん、自分で分かってましたよ。うん、だから、さあ、じゃあその時に自民党の国会議員はどういう行動を取るのかっていうのは、これ一つの見物ですよね。そうですね。うん。はい。はいや。ありがとうございます。 まあ、そういう、うん。全然、だって、麻生さんが、ね、あの、本当に、ドンの麻生さんが推していると言われる茂木さんと名前が全然出てこないじゃないですか。うん。だけど、あるいはここで高市さんの下にいる上川さんとか、突然総裁になる可能性十分あるでしょ だから全くあの違う力学で動いてるってことです。表面的に出てくるメディアの報道、国民の期待と全然違う軸間で動いてるて。だから文化人放送局的なこう考え方、うん、まあ保守の方で考えている軸と民放テレビとか朝日毎日ぐらいまで一緒にしてもいいでしょう読売あたりまで。アンド高知会。 みたいなところで考えている力学は全然違うということですよね。それといつも言ってますが宗主国の意向も絶対入るんです。うん